デカ盛りしチャンネル。それじゃあ、はい、デカ盛りチャンネル、皆さんが聞きたかったトライアウトトーク、皆さんの今もぜひ、ちょっと落ちた側と受かった側で気まずい。はい、ちょっとでも、いろんなことがあったと思うんで、お来てもらって、来てもらって、あ、来た方がいいですか、来てもらって、すごいの飛んできたんですけど、あげます、それみんなのサイン書いてきてもらっていいですか。まあ、まあ、まあ、僕らがもらう側です。いやいや、でもほんまちょっと炎上くんもマキイカに、はい、で俺もマキイカに言われて、まあ、自分の意思で行きたいって言ったし、はい、マキイカに行かされたみたいなのいうのはあるんやけど、行きたいと思って行ったんやけど、はい、で、まあ最初俺炎上くんのこと知ってて、はい、あの体育やってるの俺最後も見たこともあるし、はい、で、まあ最初の朝千葉で撮影だったじゃないですか。はい、でなんかどんな感じで、意気込みどんな感じですか。意気込みは僕はもうちょっと2個離れてたんで、怪我だけせんといてほしいって感じでした。でもやっぱ知ってる人いないと思ってたんで、あ、僕はめっちゃ緊張してました。うん、いや俺もその、まあ、最初 30m からやって、はい、でなんかあのみんななんかちょっとおちゃらけんことがあったよね、はいはい、で俺はすごくそれが嫌やって、はい、ちょっとなんかやっぱサッカーはサッカーしたいなと思ってて、はいはい、でシュートみたいになって、そこで拷問、はい、やった時にエンジンもキレキレやったよ。いや、はい、ほんますごいなと思って。アウトサイドで決めてたし、その時に俺も皆さんで誰がちゃうまいいい人いますかって、いや炎上君この人めっちゃうまいって言ってて、はい、カットされてる。あ、マジですか。僕今日言ってくれてて、そう、デカ盛りさんって、いやめちゃくちゃ嬉しくて、いやでもあれはもうやっぱ誰が見てもパスとコントロールで、あのやっぱり僕言うのもおかしいですけど、やっぱり違うっていうのは明らかやったんで、そう炎上君言ってくれてたもん、はい、トライアウトはほんま俺ほんまやったら俺使えるかどうか分かんないけど、ウィナーズと試合する前に帰りたいって言った。うん、そうですか。え、トライアウトもいいですか。こんなんでアピールできひんでとかそうで、もっともっと否定的やったから、はい、まあ、マキも言ったけど、こんなサッカー選手じゃない、元サッカー選手じゃない、行っていいの、ウィナーズにって思ってたんやけど、まあもう、俺はずっとそうやって思ってて、やっぱインフルエンサーの人は頑張らなかったし、俺がもう今まで、ね、やってきたのに、またこっちで頑張るんかいって、ちょっとちゃうなとは思ってて、けど、やっぱ、あそこの地に着いたら誰もがやっぱ入りたいって、やっぱ思ってて、それやっぱ一番光ったのは炎上君、すごいなと思って。バーだったらやっぱ普段から動いてるか動いてないかぐらいで良かったですか。全然動いてなかった。あ、そうそうそう。デカ盛りさんが動いたらもう無双じゃないですか。もうまあちょっと、うん、阿部豊。阿部ちゃんもやっぱ現役なんで。うんうん。そうで、炎上君も俺のこと言ってくれて、はい、めっちゃ嬉しかったし、でもなんかでもトライアウトの時って炎上君的にはあの5対5が勝負やと思った。そうですね、あ、でもまあ、そうですね、5対5、それまではやっぱ基礎練習とか、なかなか難しかった、あんま番も回ってこなかった、うん、あれ、カットされてたんですけど、正直あの、1人1回、2、3回ちょっとちょっとやってもらったんで、うんうん、けど、それでもあの5対5は、で俺もやっぱやってて分かるから、いや、一番上手いなと思ったし、やっぱああいうとこって結構出てて、やっぱすごいなと思って、で、あれからゲームに行くわけ。はい、で俺、那須さん多分相当困ってるやろなと思って、ちょっと思わなかった。ちょっと俺正直これ例えば終わってみましょう、はいはい、レベルの差めっちゃくちゃだよ。あの僕パス練習の時にこれやばいって思ってます。オフサイドのやつも全部オフサイドポジションになったりとかするしさ、言われてましたよね。そうですね、はい、思いました、うん、やっぱあれはちょっとやばいなって思って、さすがにダメやろうと思って、那須さんもすごい取らなかったって言ってたけど、はい、俺は言えるのはほんまか那須さんと思ってたよ。はい、でゲーム行った時にウィナーズが試合するってなると、はい、結構バチンって負けたよね。できる人とできない人も、はいはい、であれはすごくやりやすかったし、まあ俺も決定に行かって炎上君も行かって、はい、これはまあ期間ちゃうと思ったけど、でもあのゲームとかもやっぱデカ盛りさんさすがって言ったらおかしいですけど、やっぱり別格でしたね、うん、いやいやもうありがとうございます。もういやあれだってあの短い間で2回作ったね、ね、そう。で、なんで落ちたのかな。あ、なんか先輩なんで落ちたのかな。ケイスケ戻ってきたかな。いや、予算です。で、まあそこから琉球大柏高校と試合で、はい、まあちょっと削られて6人、はい、はい、6人で、炎上君も入ってて、俺も入ってて、はい、で、その時のまさかの炎上君のスタメン、そうでしたね。いや、もうあれは、あ、はいって言ってたもんね。ちょっと自分でびっくりしてた感じで、すごく入れたけど、はい、俺はもう決まったやろって思ってて、で、マキと梅
タイムアウトでトライアウトの振り返りをやった時にも言ったんやけど、はい、あの時に遠慮さんに行った時に俺はベンチ組で、あ、はい、スタメンじゃなかったですけど、チャンスありますからねって言われてたんで、はい、何やんこれって思ってて、みんな、はい、そう、遠慮君が頑張ってくれって言って、でも、あの試合のコメント欄すごくなかったですか、デカ盛りさんコメントすごくなかったそう、それと、特にあのトライアウトが全部終わったあと最後の特区のコメントすごかったっす。安倍ちゃん、デカ盛りさんのコメントやっぱやばかった。いや、遠慮君も、遠慮君はめっちゃ一番多かった、その時はそう、お互いこと褒め合っとんな、え、でも、ほんまに褒め合っとん、よかったもん、俺はそのスタメン組に出たかった。あ、それは間違いないです。いや、本当に、はい、あれは正直コメント欄でもあったんですけど、やっぱりやりやすさやりにくさ絶対あったんで、サッカーってのは本当に難しくて、まあ遠慮君も海外でやっててさ、やっぱサッカーって一人できないから、はい、でも言い訳もしたくないけど、トライアウトのメンバーとしたらちょっとあの対等じゃないんちゃうかって思って、ね、ああはいはいはい、なら遠慮君から僕と言わずに言ってもらって入った後にですか、そう、入った後にあれ、対等じゃなかった、そうそう、対等じゃなかったんちゃうと思うみたいな、もう一回、あ、まだ狙ってる、まだ狙ってる、それは狙ってるよ、これ狙ってる、梅ちゃんも怪我したし、ケイゴも怪我したし、タカ点取ってないし、ジュンヤも怪我してます、ジュンヤもおったじゃん、トラウト、うんうんうん、どうやったっすか、で合格なんかと、うんこだな、あ、でも、まあまあストーリーがあると思うから、はいはいはい、俺からするとそんな関係なくてそうですね、トライアウト組は、うん、そのもう受かるためだけに考え、そうそうそう、あんなパツパツのユニフォーム着てさS サイズね、 S サイズ、L が L サイズなかったんですか、サイズでもあの時さ、トライアウトあれ裏返ってさ、一番最初に森島さん決めてくださいって、あ、はい、はい、で、決めさせてもらったけど、なんかサイズあれなのかな、全部 L そうでしたね、番号だけ、番号だけで、まあ20万つけたら20万って話になって日本にサイズないっすね、あるよ、ユニクロであるよ、あるあるある、なんかある、トライアウトでなんか裏話みたいな、でも確かにあの、まあ、僕もこれまだトライアウトに言ってないですけど、うん、あの那須さんがパス練習みたいなやったじゃないですか、うん、トライアウトの時に、はいはい、あの那須さんカメラが回る前にめっちゃ丁寧に当てて落として、うん、まあ、2-1 崩して終わった後に機械止まって、うん、言ってたね、はい、で、あのこの奥にあるマーカーとマーカーの間で走って受けましょうってめっちゃ丁寧に言ってたって、練習パッて行ったら、あの全無視だったじゃないですか、全無視だったね、はい、それは僕もビビってたんで、よかった、あの同じこと思ってよかったです、うん、あの時俺並んでる時言ってたもんね、はい、いや、あれ多分あそこ落ちたりだから、あそこで待ったんかって、はいはい、でも、あんた時にこれほんま大丈夫かってちょっと思ったな、思いました、思ったよね、パスめっちゃみんな浮いてました、ね、浮いてたね、俺も一回ミスってんの、いやいや、まあその、一回とかあれ、それは思ったです、でも5対5ストップやってんな、5対5のアウトサイドのシュートエグかったよ、あれアウトサイド言ったよね、はい、あれな、え、アウトサイド5対5で点決めなかったっけ、決めました、あれめっちゃうまかったな、あと、あ、あれや、最後の龍拳的なアウトサイドも狙ったもんね、はい、あの普通に外したやつです、いやいやいや、ほんまにエグが、ほんまこれが、まあ俺は、まあ、大好きな梅巻き、はい、にはずっとお願いしてんねんけど、はい、力ないからあ、エンジョ君今一挙あるから、はい、エンジョ君からリルズが言わずに、あ、はいはい、ちょっとリルズリーグどこか、あ、まあ、怪我して、まあ、怪我してるし、あ、はい、お金じゃないから、確かに、そうそうそう、もう夜行バスもいいし、はい、そうそうそう、だって落ちましたっていう連絡が、はい、スクール中やったんで、はい、アップローチでポンタイムで、はい、落ちました、俺5分ぐらい来なかった、スクール中に、もうマジか、今来るんや。めっちゃ落ち込んでましたもんね、なんか。じゃあなんか俺4人入るって聞いたの。おー、はい、はい。4人入るって聞いてる。確かなんかそう言ってた気がする。4人入るって聞いてたのね、その子のやつに。はい、で、2人って聞いて。ま、遠慮君のさやろな。もう一人誰やろ。あー、確かに。誰なんやろって思ったら、ケイスケか。当日に。帰ってこない。帰ってこないわ。そう、もうだってあの時トライアウトで誰だよって思ったの。バッチャーさん、僕も簡単に入れるなよって言ってたし、カットされてました。ありがとうございます。PK もカットされてバッチャーさんかな。違います、何してたこれ。まあそんな感じだったし、まあ最初のトライアウトであそこまで持っていったのすごいよね。でもあのゲームで3回も決定にやっていって、謎の PK とかあるんでさ。最初のトライアウトで一番、はい、あのなんか会えへんかったの誰ですか。会えへんかったの、ちょっとこいつと会えへんなみたいな。
なんかこいついっちゃ下手やなみたいな思ったんですか。トライアウトの時酔ったし、うんこだなって言って、その言うなら相性合えへんなみたいな。相性 11.11 の時思わんかった。あ、全然いけたんすか。5対5の時めっちゃ思ったよ。誰か覚えてる、リズムの後輩のあの沢井君。ああ会えへんかったんすか。会わんかったな。逆に俺も会わんかったんちゃうかな。でやっぱ同じもあったし、ギスギスしてるじゃないですか。裏話裏話。いやいや全然めちゃくちゃまとまったし。あ、足ざるとかどうやったんすか。5対5の時うまかったよね。うまかったっす。めっちゃうまかった。さすが5対5。足ざるうまかったな。入るんちゃうかと思ったし、まあ、阿部豊君もそうやし、阿部ちゃんもうまかったっす。愛君もね、ああいうセンターばっかり頑張ってたし。で、あれトライアウトまでに体動かす機会あったんですか。で、ごめんなさい、俺はなかったっす。あ、じゃあもうほぼ応援に対してやらずに。そうやね。しかも今より6キロ太ってるし。今コンディションいいよ。だからリーグの上で俺ずっと作ってるからさ。はい。だからいつ呼ばれてもいけるよ。そうそうそう。確かに。だから遠慮く頼むわ。あ、僕は頼みます。その一番欲しいスパイク10層ぐらい買ったらいいから。次に言います。OK です。お願いします。まあでも、トライアウトって言っても、そこまで喋れることで喋れないことあるけど、はい、はい。まあ落ちたとして、でもトライアウトとしての、やっぱ、炎上君やっぱ頑張ってほしいと思うし、俺炎上君しか見てないかな。そう。絶対して。逆に今、あれですから、こんだけ元代表の方が絞ってるんで、どこか拾ったチャンス。確かに。そうやね。でしかないな。だからまあ、落ちましたって来て、これも疲れたところで、これ、落ちましたって来て、俺そのまま静岡から大阪入りやってん、車で落ちたかして夜着いた時に、なんかリーズレイの人からなんか案内が、あの連絡したいって言ってるんで、なんか何やろうと思って、で夜中にポーンって入ってきた。試合見に来てください。行くわけないよって。ダメとこシータダメとこシータあい行けるわけないやんけってな。すっげえ雑やなと思って。そうそう、また落ちたことは別にいや許してんけど。でも園長君もこれから、でも今のところは順調ですか。今のところは誰かにいじめられたとかしてない。今のあるよ、今ペロッとしたけど大丈夫大丈夫。なんか俺もしそういうと俺別にも関係ないからみんな、はい、うん、全然裏からでもどこでも表からでも全然上からでも下からでも、だから何かつけなって思ったら誰か。那須さんは今なんか撮影前に電話かけたんで。はい、那須さんは分かんない。あ、全然あるよ。誰だったら一番あれやろ。やっぱ、マキ。あ、今いなくなったっすけど、うん、マキタさん、はい、ちょっとだ。はい、あ、やっぱね、なんか、そろそろちょっと行った方がいいな、そろそろちょっと行ってほしいなっていうのではあるかな。はい、オッケーオッケー。じゃあ、ご正面から行ってくるわ。推薦の仕方が悪かったとか、あ、全然使えた。いや、そうやん、だから俺、これ思ってんねん。マキが炎上君には結構丁寧に推薦して、俺には雑にて、これある梅ちゃん。あるそれっすね、原因。それが原因か。ダンスとかは、ちゃんとした指示してるんですけど、マキです。あー、そうか。もしだから、マキに切れたんです。オッケーです。じゃあそこは、まあ、ちゃんと言っとくね。やりとりください。オッケーオッケー。最悪ちょっと、軽くなら。オッケーです、軽く。んで。暴力じゃなくてね。はい。はい。フィジカルです。フィジカルです。いやもうほんま、でも受かった炎上君、マジで。もう頑張ってほしいし。なんかもっとこれからまた、コラボ。ぜひぜひ。はい。スパイクもちょっと、いろいろ。自分のスパイクを持ってきて、これどう思うかっていうのは、はい、仕様があるから、そういう、はいはいはい、そういうのを見てもらったりとか、ぜひ、炎上君 の, チャンネルでもご出演させてもらってるんで、トークしてますので、はい、マジ、本当、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。